どうかな。うん、わかった。頼んだ。よろしく。それではボスの攻略に向かいましょう。
なし。アクティベートしておいたわよ。では遅寝遅起きだったお兄ちゃんがこんな早くから朝練？ SAO って経験値稼いでレベル上げて強くなるシステムなんだよね。反復練習なんて意味あるの？ねえお兄ちゃん、私と試合してみない？剣道だよ剣道。昔はよくやったじゃない。人を凶暴な怪物みたいに言わないでよ。これでも女の子なんだから。とはいえ、確かに全国ベスト8の私がもやしっこのお兄ちゃんに負けるなんてありえないけど。甘いよお兄ちゃん。私だって SAO は初心者だけど、 ALO では1年近くやってたんだから、一方的にやられるつもりなんてないからね。そうこなくちゃ。準備オッケー。それじゃあこっちからね。ん、やるねお兄ちゃん。現実の剣道ならきっともう勝負がついてるのに。私じゃお兄ちゃんにはかなわなかったよ。そっか、お兄ちゃん本当に強いんだ。きっと SAO で一番。ううん、別に何でもないよ。